ともに今シーズン2勝目を目指します。2020明治安田生命 J2 リーグ第4節モンテリオ山形対水戸ホーリーホークの一戦をお伝えしていきます。そして今日は両チーム、まあ、ある程度ボールを大事にしながら、ええ、そしてプレッシャーもかけながらというチーム同士ですね。そうですね。では山形のスタメンです。キーパーが佐藤、3バックに熊本、栗山、松本、ボランチに岡崎と中村俊、ワイドに末吉、山田、トップに大月でシャドウに山岸、渡辺です。キーパーは佐藤、開幕からゴールを守っていた串引きは今週別メニューということです。そしてボランチの岡崎は今シーズン初出場です。では水戸のスタメンです。キーパーが松井、4バック前島、住吉、細川、富山、ボランチに安藤と宇都香、サイドに松崎、村田、2トップが中山と奥田です。大卒ルーキーの住吉がプロ初スタメン、そして宇都香はセンターバックに入っていましたが今日はボランチと予想しています。山形はこうやってやはり相手陣内からも、はい、自分たちでアクションを起こしてボールを奪いに来ますからね、はい、何度も言うように前節のこう水戸千葉とのゲームとはちょっと性格の違うものになってくるとは思いますね。渡辺切り返した、仕掛けた、右足、もう一度山形に一つ中央突破からの決定機、斜めのボールが入ってからスピードアップしました。中央通します、いいとこ入りました、ね、村田奥田に通ります。さあ奥田セカンド拾った、中山動き出した、そこに来た、左足、佐藤止めた、右手ですかね、もうギリギリのところでしたね。中山の決定機でした。今日フルス対決、末吉、渡辺、流れた、枠を叩きました。松本、ここはビルドアップの出口になります。立てます、引っ掛けた、松崎、さあチャンスだ、村田仕掛けた、右足、ポスト、佐藤今日2つ目ビッグセーブ。松本の縦パスを奪ったところからショートカウンター決定機でした。ビルドアップの形を取ったところから長いボールを蹴ってきました。セカンド山形が拾って、渡辺、大月裏への動き出し、自分抜いた、後半の14分、渡辺、ここちょっとやっぱミドルブロックが押し下がったんですよね、はい、でぽっかりと空いたところ、はい、自分で、まあ、運んで、まあ、相手が下がったのもここに見えてるわけで、シュートコースも見えたんでしょうね。シャープに振り抜きましたね。そして2枚替え水戸、まあ、安藤に代わって山田、そして松崎に代わって山口が入ります。1回目の交代2枚替えです。細川打ち込んできた、そうですね、山田この辺りで、そうですね、この選手、山口選手が、山口ミドルできた、スーパーゴール。後半の22分、山口、まあ、采配というかね、この選手交代、はい、この選手がやっぱこのアタッキングサードで、まあ、技術的にもすごいですし、やっぱこう狭いところに顔を出す、まずこの選手の感覚、上がったままです。
セットプレーの流れ、グラウンドが来た、村田、キーパーとディフェンスラインの間でした。セカンド山田、波状攻撃ミート。山田がここで前島から引っ掛けて奪った。中村さんが来た、山田へニアに山岸入ってきて、その奥に来たヘディング、ショートカウンターでの決定機、最後はビキでした。流れてきた加藤、仕掛けたコーナーです。しかしここで終わらせます。タイムアップです。山形対水戸は1対1、まあ、コーナーキックはアディショナルタイム時間になっていれば終了させることもできるということになっています。山形はこれが2試合連続のドロー、そして水戸は今シーズン初めての引き分けです。